シートベールお願いします。パパがいないからバイバイ。くっついちゃった。くっついちゃった。今パーキングなんですけども、ふーちゃんは先に歯磨き中です。できた、ふーちゃん。できた。もう出発するよ。はい、ふーちゃん席についてください。はい、シートベールお願いします。今日はですね、夜中に出発しております。で、今ね、向かってる場所が名古屋に向かっております。今ね、木曜日なんですけども、明日金曜日で、ちょっとね、僕が仕事の関係で名古屋にちょっと行かなきゃいけなくて、そのね、ついでにキャンピングカーで旅しようかなと思っております。なので明日はね、半日ぐらいちょっとお仕事をする予定です。で、その間ですね、ママとうーちゃんも連れてきてますんで、ママとうーちゃんは名古屋の水族館の方に一回午前中降ろして、で、その後僕は一回仕事しに行って、で、またね、帰ってきて2人を迎えて、行くというような計画になっております。もしかしたらいつもね、旅一緒に行かせていただいているセブンシーズの方が、ね、今回近いっていうこともあるんで、僕の方からもお誘いしてて、とはいえね、お互いやっぱ仕事がありますんで、実際ね、ちょっとね、どうなるか分かんないんですけども、明日ね、終わった段階で、旅とかね、また一緒にできればいいかなと思っております。なので、ちょっとね、まだ全然ね、まだ今回も予定は決まってなくて、とりあえず明日は仕事をすると、それだけしか決まってないので、その後のことはちょっとね、またね、これから考えようかなと思っております。今日ね、名古屋まで行けそうもないので、その手前ぐらいで、パーキングかどっかで止めて仮眠して、で、明日ね、名古屋港水族館まで行こうかなと思っております。まだね、距離がね、305キロありますんで、先がかなり長いっす。安全運転で、向かいたいと思います。今ですね、ようやく長い下道を抜けて、もう一度ね、高速道路に戻りました。下道でなんだかんだ100キロぐらいしてんじゃねえの。岡谷インターチェンジの方にようやく着きました。ここからね、またですね、高速に乗ります。ここからはもう名古屋まで一気に行けるんかな。199キロ。今中央道を走ってるんですけども、今ね、恵那峡とか越えたあたりですかね。もうそろそろ愛知県の方に入るというところです。無事にですね、内見峠そんな感じのところに着きました。もうね、うーちゃんもママももうここで今日は寝ちゃいます。うーちゃんも寝ちゃってるんで、仮眠だから、ね、仮眠にします。そうで、僕はもう後ろでね、そのまま寝ちゃいます。結構寒くて、道中もう4度とか6度とか、もうとんでもない気温で、今車内は18度か。仮眠して9時ぐらいにまたね、起きます。それじゃあおやすみなさい。はい、おはようございます。一応ね、9時過ぎに起きて、これからね、準備して名古屋港水族館の方に向かいたいと思います。で、あと、ご飯とこのパーキングとかで買ってね、行こうかなと思います。カップ麺市場って書いてある。うーちゃん、何食べるの？じゃあ、お手手出して。うん、反対。朝ごはん食べようか。うん、そうだね。ちゃんとシートベールした人。ママ、まだ。水族館行くの？じゃあ行くよ。ふーちゃんも行くよ。ですね、約 41.2 キロで、今10時45分なんですけども、およそ40分ぐらいで到着する見込みです。で、ここで、高速を降ります。で、この高速降りたらもうすぐ名古屋水族館の方に到着します。え、水族館まっすぐって書いてある。これでいいの？お疲れ様でした。いや、全然余裕だろ。これ 3.5 ぐらいあるで。24時間1000円とか超安い。あ、じゃあいいじゃん。うん、トイレもそこにあるし全然安いね。
うん、ねえパパ見て、ちゃんパパお仕事行ってくるね、じゃあね、行ってらっしゃい、バイバイ。ふーちゃんどこ行くの？うーちゃん水族館行くから、もう行ってからよ、早く行って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 、バイバイ、早く行って、パパがお仕事に行ってる間に、 うーちゃんがやりたい、パパがいないから会社に行って、うーちゃんはママと一緒に水族館に行くと思います。はい、行ってきます、行ってきます。見つけた、あっちにもある、行ってくるよ、これからイルカのショーを見るよ、そうだよ、イルカさん、じゃあイルカさんいた、見てこれ色合ってるんだよね、種類が違うんじゃない？あ、すごい。ママ見て、これはお姉ちゃん、クジラさんだって。むーちゃんどうですか？怖、でっかいですね、ちょっと怖いですけど、風のような症状のあるお客様、寝てない、落ちてる、水分が落ちてる、ママもう嫌だよ、大きい、鏡見てるよ、あのペンギンさん、教えてください。はい、ペンギンのボス見えました、もう終わり、水族館終わったから、ちょっとなんか小腹空いたから食べよう、ジューセンターオープン、ジューセンター、一人だからね。おいで。おいで。瓦礫を全部集めたらこのくらいの高さになったってこと。急に。ああ、なるほど、うん。そういう意味です。パパ行かないの？パパ行くよ。はい。ママパパ。もうママ大好き。障害物多いね。うまいぞ。チキコチだみたいな。これ。どれ？おいしい。もうちょっと食べる。食べてごらん。ちょっと熱い。美味しいよ。熱い。止まらないね。止まらないね。おいしい。圧力鍋とかで。どうした？はい、ということでですね、ちょっとね、先ほどねご飯を食べてきて、炭火焼き鳥の勝丸さんにセブンシーズの方に連れてっていただいて、結構ねあそこで食べたね焼き鳥とか、あと手羽先がすごい美味しくて、結構ね食べちゃったんですけど、すごい飲みたいメニューでしたけど、ここはね我慢してカルピスと、あとなんだっけ、なのでね、ぜひね、この辺ね、近く来られた方はね、ぜひぜひ寄ってみてください。これから、緑酪農湯温泉の方に行きたいと思います。お金ちょうだい。全部入れちゃダメだよ。パパと一緒に確認してやって。確認。次。うん、一回引いて。一回止めて。待て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 。待て待て待て。
今緑の宅の湯に行ってきました。ちょっとね雨が降り始めたんでささっと中に戻りたいと思います。もうご飯も食べてお風呂も入ったんであともう寝るだけなんでできるだけねちょっと走ろうかなと思っております。で明日なんですけども、伊勢神宮とかねあっちの方ちょっと行こうかなと。ここからですね一旦高速乗るかな。ここから伊勢神宮まで123キロからあるんで道中ねどっかのねパーキングで、そのまま仮眠してまた朝出るような形になるかなと思います。で今伊勢湾自動車道の方に、入りました。またね少しねポツポツとね雨がまた降ってきた感じです。みんなとなんか聞いたことあるよな四日市工場夜景かくっつくかな。あ、くっついちゃった、おうちゃん。ほら、くっついちゃった。大丈夫。チューしてるんだよ。これはパパで、これ、うっちゃんね。それ、うっちゃん。ねえねえ。なに？なに、うっちゃんいるか。わっ！あ、くっついちゃった。くっついちゃったよ。それじゃ、飛ぶよ。ヒュー！ダダン、ダダン、ダダン。ヒュー！タチック！うちゃん、うちゃん。うちゃんもトイレ行ってね。おはようございます。今ね8時26分で気温がね 20.3 度、湿度 63% で外はすげえ雨降ってるんですけど体感の気温はもっと寒い感じがします。今日これからね支度して行こうと思うんですけどママたちはまだ少し寝ているので先に今日の動画のブロールと、まあ、サムネ作ってないんでサムネからまず作ろうかなと思います。ね、動画アップロードしてる最中なんですけどかなり充電が減ってきて 100% からいきなりもうねそこの方が 40% ぐらいまで減っちゃったんで今から充電したいと思います。こんな感じかな。よいしょ。こんな感じでね OK です。すごいめっちゃ偶然パンダさんが多分今僕らがいるところからめちゃくちゃ近いところにいるっぽいです。あでも行ってきますだからこれからだね。うーちゃんおやすみつけたうーちゃんまた寝るの。おはようの時間だよ。もうでもうーちゃんもう室温24度あるで。でも雨降っちゃって寒い。ママと一緒。寒いよ。うーちゃんがもう布団にまたくるまり始めた。すいません本当に。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンも押したら、じゃあまたねバイバイ。